アピシックはロシア連邦宇宙局により提案されている国際宇宙ステーション後の宇宙ステーション。アピシックは低軌道に設置されるモジュール式宇宙ステーションであり、運用当初は主に ISS のロシアモジュールから構成される。提案ではアピシックを月や火星、あるいは土星といったより遠く向かう有人宇宙船を組み立てる基地として使うことが想定されている。 また帰還した宇宙飛行士を地球に降りる前に療養させる場所としても想定されている。2020年代の ISS の運用終了が予測される以前から、ロシア連邦宇宙局は多目的実験モジュールといったいくつかのモジュールを分離し、新しい宇宙ステーションの基礎とすることを計画していた。2009年6月17日、ロスコスモスは公式に、 ISS 計画のパートナーであるアメリカ航空宇宙局に対し ISS の運用終了までに新しい宇宙ステーションの最初の要素を構築運用の準備をするという意向を伝えたロシアの有人宇宙飛行を受け持つ RKK エネルギアは新しい宇宙ステーションは以下の能力を持たなければならないとしているアピシックはサルートニアルマースコスモス五十七号 ミールといった、これまで打ち上げられた12のロシアの宇宙ステーションに、連なるものである。アピシックは、ミールから始まる、第3世代のモジュール型宇宙ステーションにあたる。モジュール型宇宙ステーションの例としては、旧ソ連、ロシアのミール、国際宇宙ステーション、それに、中国が開発中の天宮3号が挙げられる。最初の宇宙ステーションサリュット一号やその後に続いた。 スカイラブといった第一世代の宇宙ステーションは、補給が想定されていない1階のモノリシックな設計となっていた。基本的に、初期の宇宙ステーションは、ドッキングポートが一つしかなく、新しい乗員が到着する前に、前の乗員は宇宙ステーションを離れなければならなかった。スカイラブは2つのドッキングポートを備えていたものの、補給が行えるように設計されてはいなかった。 第2世代となるサルート6号では、2つのドッキングポートを備えた上に、定期的な補給ミッションを想定した設計となり、長期にわたる運用が可能となった。ミール以降の第3世代のモジュール型の宇宙ステーションでは、新たなモジュールを追加、あるいは古くなったモジュールを取り去ることで、長期にわたる運用期間中のミッションの変化にも追随することが可能となった。 ISS のロシアモジュールアピシックへの流用が期待されているロシアモジュール。打ち上げ、都市順に列挙するミニリサーチモジュールに、通称ポイスクは、二つのハッチを持つドッキングモジュールである。船外活動をする際のエアロックとしての使用に加え、ソユーズやプログレスの接続が可能であるラスベット、多目的実験モジュール、通称ナウカは、ISS における ロシアの主要な研究モジュールである。ISS からの分離後、アピシックへと流用することが提案されている。ナウカは独自の生命維持システムと姿勢制御システムを搭載する。ナウカの用途は長期にわたる計画の中で変遷しており、1990年代中頃はザーリアのバックアップとして、その後はユニバーサルドッキングモジュールの代替として検討されていた。 ドッキングポートには宇宙機や別のモジュールの接続が可能となっている。ナウカはピアースが接続されているポートにドッキングされる。ため、ピアースはナウカの打ち上げ前に ISS から分離、廃棄される。ナウカは自分自身のエンジンを用いて ISS に接近、ドッキングを行う。ナウカがドッキングした後のロシアモジュールナーダルモジュールは打ち上げが提案されている。 ドッキングモジュール。ISS においては2つの科学、エネルギーモジュールとソユーズ、プログレスのための追加のドッキングポートを提供する。6つのドッキングポートを持つことから、アピシックにおいては他のモジュールを接続する中核として機能することが期待されている。すでに廃棄が予定されているモジュール。廃棄は予定されていないがアピシックの提案には含まれないモジュール。 ありがとうございます。